おはようございます。岡山駅です。昨日のワイン会も無事に終わりました。一昨日の北新地と昨日の岡山と随分調子に乗って喋りすぎました。今日のワイン会はおとなしくしてます。岡山から東京に移動しました。本日の会場はこちらです。大人洋食ビストロ19963です。こちらのお店でございます。あらら、錦糸町のワイン会が始まりました。第1部です。今日はこちらのお店で夕の部と夜の部の2部制です。はい、赤2つ目ですね。ありますよね、特徴が出てる。店長、はい、第1部はゆっくりとした回で、2部は忙しくなりますからね。これ第2部、どこでしたっけ。錦糸町第2部が始まりました。第2部はやかましいです。今日はこちらのテーブルの常連のご婦人方と懐かしい友人と、こっちはうるさい野球部連中、ここまではもう適当にやってもらって、あちらの大切なお客さんだけは私がちょっとサーブをしますね。これはほら野球部軍団幹事の鈴木さんのお仲間の、野球部軍団。これ初級編、中級編、上級編とあります。とりあえず初級編だけは覚えましょう。こう持ってこう飲んで、こう置いてるうちにいつか倒す。これで持ちにくいっていうのがたまにいるんですよ。すぐ慣れます。ここをこれでこうしないこと、こうしないこと、わかります？こう、こうじゃないわけ。自分がグラスを持った時に無意識なんだけど、でも意識的にこの辺の景色を作るわけですよ。これがまず持ち方、置き方の美しい所作。この野球部の食いっぷりってのはいいですね、鈴木さん。もう食べるとこまで。いやこれ品がない感じがいい。品がないもん、どう見ても。はい、この野球部の連中はですね、あ、日体大ではないですけど、アイスワインが初めてだって言うんで、どんな味か皆の反応を。さあ皆さんどうぞ、一気に。どうですか。すごい。どう。うまいです。どうよ。めちゃくちゃ美味しいです。はい、では錦糸町の皆さんありがとうございました。また錦糸町でしょ。錦糸町、錦糸町、はい、また秋にお会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。